大阪市立城福島小学校は、大阪府大阪市福島区にある公立小学校。福島区福島地区の北部、大阪環状線の線路以北を航区とする。地域の老人会や幼稚園との交流活動、公園清掃など、地域との交流を重視した教育を行っている。明治時代の学生発布に伴い、 大阪府管内西成郡第三区三番小学校として1874年に開校した。その補助を福島尋上小学校の名称を経て、三子田尋上小学校と改称している。三子田は付近の当時の小寺名であり、現在では阿弥ケス筋にある交差点の名称に名残を留めている。明治時代中期には、校区は西成郡上福島村、下福島村、 詐欺ス村の三村となり、三村の連合で学校を運営していた。しかし1897年に上福島村、下福島村が大阪市に編入された。一方で詐欺ス村は大阪市に編入されなかった。三小田人上小学校は大阪市立となったが、引き続き詐欺ス村からの委託を受けることになった。1893年にはサギス村に、 西成郡詐欺ス尋常小学校が開校し、詐欺ス村からの委託は解消されている。1903年には大阪市第2条福島尋常小学校が分離開校した。これに伴い、当校は三子田尋常高等小学校から第1条福島尋常高等小学校への解消を行っている。高等課を併設していた時期もあったが、 高等科は1945年4月、大阪市全体として高等科を特定校に集約させる方針が出されたことに伴い、高等科を単独設置していた大阪市、八坂国民学校へと統合している。また、戦災により、校舎、校区の被害が大きかったため、1946年には、福島国民学校へと統合されて、休校となった。その後地域の復興により、 1953年4月に大阪市立福島小学校分校として現在地での教育活動を再開し、2年後の1955年に大阪市立上福島小学校として正式に独立、再開校した。ありがとうございます。